本日の作業は終了。今日は一番上の三角の、屋根の、あれなんだ、横の柱、横の柱っていうのかな、屋根の、はい、屋根の三角になったやつを、作りました。はい、さすがになんか最近材料費が妙にかかるようになってきてしまったのかな。間伐材はあと2、4、5、6、下に3本ぐらいあったか、9本。はい、相変わらずこの下はまだ、そうですね、縦にほごってありますけどね。最終的にはこの縦のやつは取りますけどね、まだ上でやってるんで、上が終わるまでは取れないって感じですかね。よいしょ、よいしょ、でここが、よいしょ、何回も言ってますけど、1回で今日やったのは、この上のね、三角にねなってますね。はい、角材が2本ばっか足りなかった、計算ミスでしたね。2本じゃねえや、1、2、3、4本足りないんだ。90センチ間隔でやっててね、4本足りなくなっちゃった。はあ、まあ、また今度ね、買っていいと。で、これで骨が大体できてきたから、あとは壁を作っていけばね、もっと頑丈になってくるんでね。なるべく軽くやってるんですけどね、軽い素材でやってるんですけど、どうですかね。これがね、今ここに木を置いてありますけどね、この上か屋根裏っていうのかな、ロフトっていうか、これ2階っていうか、これ意外と面白いよね。ここ1階で、まあ、この辺窓を作って、そっちも窓で、こっちはね出窓。ここ高いんだよ、意外に高い。このここら辺だけで今約5メーター近くで、今立ってここまで来ると9メーターと、ちょっと高いのかな。こっち側は高いもんでね、ここはそうですね、吹き抜けでここら辺も窓にしたらいいんじゃないかって感じですよね。こんな感じで今霧出てきた、何も見えねえ。そんな感じで霧が出てくると涼しいね、ここね。はい、こういう感じでね。でトイレをね、こっからそこのくり抜きあるじゃんね、大体そこまで4メーターないんだけど、そのくり抜きにうまい感じでトイレをくっつけようと、やっぱ歯並かせないとね。はい、以上です。